成人式行ったぞ。うちの愛犬まるちゃんでございます。育成中だぜ。うちの愛犬まるちゃんでございます。なあまる、なあまる、なあ、かわいいでしょう、うちのまるちゃん。ほら、まる、まる、まる、こっちこっちこっち、まる、まる。何歳ですか？何ヶ月ですか？8ヶ月ですか？ちっちゃかったのにもうデカ丸になっちゃいましたね。な丸な。はい、うちの弟丸ちゃんでした。な、かわいい、かわいいです。今から成人式いきますということで、今日1月8日で成人を迎えて大人の仲間入りに今日なります。ありがとうございます。ですが今日は、真庭市の成人式の2部で、ちょっとステージ登壇してスピーチがあるということで、なんか緊張をしてます。あんまり一人でステージに立ってね喋ることはないですし、なんかこう成人っていうなんか式みたいな感じでステージの上に立つっていうのはなかなか経験もないので少し緊張してます。ですがあんまり喋ることをあんまこうガチガチに決めずに行こうと思って、その時思ったことを言えればいいかなというふうに思ってます。そして今日着てるこのスーツですね、これ社長にプレゼントしてもらったヴィトンさんのスーツを一式着て今日は迎えたいと思います。本当になんていうんですかね、まあ、僕一人の成人式でもあるんですけど、なんていうんですか、まあ、17の時からね、まあ、社長だったり JO のメンバーだったりたくさんお世話になってきたので、なんか今日はみんなの思いも胸に地元マニワの成人式でたくさん感謝の気持ちを伝えられたらなというふうに思います。ということで、まあもうちょっとあるんですが移動してこれから向かいたいと思います。ではまた後で。自分のなんかお祝いのものがエスパスっていうところに置いてあるんですけど、そういうのだったり市役所に端末があったりとか、本当にもうそういうところにはずっと昔からお世話になっていたので、不思議な気持ちでいっぱいですね。はい、こんにちは、本番10分前となりました。豆原一成です。なんかね、今は恩師からのメッセージみたいな感じで、学校の先生からとかからねビデオレターをもらってるのが流れておる状況でございます。もうそろそろ呼ばれてしまいますので行く準備をして、緊張してますが頑張りたいと思います。20歳成人式行ったるぞ。一番緊張するの人生の中で一番緊張する
の人気男性歌手グループ JO1 のメンバーとして活躍中の豆原一成さんです。豆原さんには大変お忙しい中、すべてビデオメッセージだけでもと、ギリギリまでお願いをしました。これ、豆原さん、今日はなんと会場に来ておられます。ではステージの方にお願いします。皆さん、こんにちは、豆原一成です。そうですね、僕がこうして小さい頃からずっとお世話になってきた真庭市というところでこうやって成人式を迎えられてすごく嬉しいんですけど、ぜひ真庭市の皆さん、観光大使に僕を任命してくださると嬉しいなと思います。僕はJO1 という11人組の、ボーイズグループで活動させていただいているんですけど、本当に今も緊張してきて手がぐるぐる増えるぐらい、こんな同級生のみんなの前でスピーチすることもないので本当にこの機会をありがたく思っています。またこの若い世代を皆さんと一緒に盛り上げられること、僕も頑張っていきたいと思いますので、今後とも応援よろしくお願いします。11人メンバーがいるので、みんなでダンスを揃えてっていうので、練習は得てますね。J1 が何か力になれたらと思いますので、よろしくお願いします。今、成人式が終了しました。ありがとうございました。いやすごい緊張しましたね。なかなかない経験をすることができました。なんか、なんですか、いろんな同級生のみんなの前でスピーチするのはすごく緊張したんですけど、まあ、僕らしい喋り方だったかなと思います。いや、友達に会えてよかったです。なんか久々に会える友達もいて、なんかワクワクドキドキでした。なんか写真を撮る時も久しぶりってみんなに話できたし、なかなかない、こんなデビューしてからあんなに同級生に会うのは初めてだったんで、本当に楽しい一日でした。本当に岡山ね、結構長く入れたのは久々だったので、すごく楽しい一日でしたし、またマニア市にも帰ってきて、はい、美味しいご飯食べたいと思います。それでは今日は本当にありがとうございました。またいつか J6 で会いましょう。それではほなね、バイバーイ。